はい、どうも、白熊先生です。今日はですね、ジャニーズのですね、山下智久さんがですね、現在ですね、活動休止の方、活動自粛の方をしてるんですけども、それはなぜかというとですね、JK モデル、まあ、いわゆる未成年の女の子と一緒にお酒を飲んで、その後ですね、ホテルに持ち帰りをしたからというふうにされてるんですね。はい。でですね、今回、その所属事務所がですね、その JK モデルの女の子をですね、契約解除するということがありました。今回の動画はですね、それの詳細プラス、そしてこの契約解除というのはですね、その JK モデルのですね、事務所から、まあ言ってみたらジャニーズへのですね完全なる禊ぎであるという点、そしてですねそのまあ解雇された JK モデルは今後どうなっていくのか、果たしてこの山下さんとのですね、その夜のことをですね暴露したりとか、そういったことに繋がるのかということに関してですね、僕なりにいろいろと話の方をしていきたいと思います。はい。まずですね、この山下さんとこの JK モデルにですね、起きたこと、そしてその後何があったかってことをですね、さらっとですね、振り返っておきたいと思います。このですね、JK モデルの女の子は、マリア愛子さんという女性なんですね。はい。で、この方ですね、まあ正直大人はあんまり知らないかもしれませんけども、ティーンからするとですね、すごく人気のあるモデルさんなんですよね。はい。インスタ等のフォロワー数も多くてですね、うん。で、何よりですね、その、アベマ TV というネットテレビ局の中でですね、まあ、恋愛リアリティショーが今すごい流行ってるわけなんですけども、そこにも出演したことあるんですよね。はい。っていうのもあって、いわゆるその女子中高生あたりからはね、すごいちゃんと人気を得てるですね、まあ、モデルさんっていう感じなんですよね。はい。でですね、その方と山下さんがですね、いわゆるその飲酒をして、で、飲酒をした後にですね、二人でですね、まあ、同時に移動するとバレちゃいますから、ちょっとこう時間を分けてね、時間差で二人で移動して、その山下さんのホテルで、まあ、何時間も過ごしたみたいなね。うん。そういったことがですね、文春の方ですっぱ抜かれてしまったんですね。はい。でですね、ここで大事になってくるのが、山下さんがですね、そのマリアさんが女子高生だってことを知っていたか否かっていう点なんですよね。はい。で、そこに関してですね、一応そのジャニーズ側と、そしてね、マリアさんの所属するですね、この芸能事務所側はどういった言葉を、ね、声明を出してるかというと、まあどうやらですね、その、JK モデル側はですね、そのそもそも飲酒をしていたお店にも自分は20歳以上だと。うん。ね、いう風に偽っていたし、そしてそのお店で一緒に飲んだ山下さんにも自分は20歳以上だというね、偽っていたと。うん、とにかくこっちが完全に嘘をついていましたということをね、主張されたんですね。はい。で、言ってみたらですね、ジャニーズ側も、まあ、山下さんに対してですね、山下は知らなかったということを言ってるんですね。はい。まあ、ただですね、まあ一応みそぎと言いますか、ペナルティということで今芸能活動休止という状態になってるんですね。うん。はい。でですね、まあ、今回ですね、そういった状態で、まあ、一応ですね、まあ、収束の感じになってたんですけども、この度、そのマリアさんがですね、所属事務所を契約解除されるということになったんですね。はい。じゃあですね、実際具体的にどういったね、ふうにですね、契約解除になったのかってことですね。これちょっと記事の方読んでいきたいと思います。はい。ジャニーズの山下智久と未成年飲酒お持ち帰り疑惑を一部で報じられた女子高生モデルの A さん、これマリアさんですね。はい。が、10月31日付で所属事務所から契約解除されていたことが本誌の取材で分かったと。はい。関係者がマリアさんは10月31日付で契約解除になりました。継続にならなかったのは事実上のクビだということです。と証言した。所属事務所と A さんとの信頼関係が崩れたのがその理由だという。A さんのプロフィールは、1日所属事務所の公式サイトから削除されているというってことですね。はい。A さん当時17歳は7月30日山下ほかカトゥーンの亀梨和也ほかの女性の2人と都内のバーで飲酒、その際年齢を確認されると成人していると偽っていた。酒の席が終わると山下とホテルで合流し約8時間にわたって滞在。8月17日ジャニーズ事務所は山下に一定期間の芸能活動自粛、亀梨には厳重注意処分を下したことを発表したというわけなんですね。はい。で、マリアさんは現役女子高生モデルでファッション誌やアベマTV の番組出演歴があり、週刊ヤングジャンプの次世代制服少女発掘オーディション聖コレ20にも制服姿で登場していたというわけなんですね。はい。はい。というわけですね。まあ、言ってみたら、この女性がね、あくまで、そのすべてですね、年齢を偽っていたから、まあ、言ってみたら山下さんは被害者だと。うん。まあ、そういった形で最終的にね、まあ、ゴールと言いますか、落ち着いた感じですよね。はい。じゃあですね、ちょっとここから本題に入っていきたいわけなんですけども、まずですね、僕が思ったのは、今回のですね、このね、そのマリアさんので、ね、契約解除っていうのは、こう、事務所側からですね、そのジャニーズ側の絵のですね、完全なるみそぎだと思うんですよね。うん。というのは何かというとですね、まあ、もちろん本当のところはわかりませんよ。本当のところはもしかしたら山下も知ってたっていう可能性もあるかもしれませんけども、まあ、とにかくですね、一応最終的に落ち着いた形としては、まあ言ってみたらこのマリアさん側が嘘をついた、これが一番悪かったっていう点で落ち着いてますよね今ね。うん。
マリアさん側が、そういう山下さんにもそうだし、お酒を出してるお店にも、いや、私は成人してるんですよって嘘をついたと。ね。マリアさんさえ嘘をつかなければ、こんなことにやらなかったんだと。うんね。ただ一番の原因はマリアさんとね、まあそういう形でも落ち着いてるわけじゃないですか。はい。ってなってくるとですよ、その山下さんがですね、この芸能活動を休止したことによってですね、ジャニーズ側からするとですね、莫大なですね、まあ言ってみたらですね、不利益がですね、発生してるわけですよね。言ってみたら。うん。まあ山下さんっていうのはですね、本当にジャニーズの中でも人気メンバーなわけですから、まあ本当ね、お金をめちゃくちゃ稼いでくれるですね、いわゆるそのドル箱タレントなわけですよね。はい。そんな人がですよ、いわゆるその未成年と淫行、まあいわゆるそういう関係を持ったっていうのは、ものすごくイメージとしては悪いじゃないですか。うん。だってそうですよ。たとえじゃあ山下さんが本当に知らなかったとしても、未成年の女の子とお酒飲んで一緒にホテルに行ったなんて、こんなにね、イメージの悪いことってないじゃないですか。うん。ね、山下さんがこれから先ですね、芸能活動から復帰されたとしてもですよ、そのいわゆる仕事も結構制限されると思うんですよね。はい。まあ当然ですね、何かしらの広告の仕事とか CM の仕事とか入ってくるかもしれませんけども、まあ、ね、こういうことをしてしまった以上ですね、以前よりは少なくなる可能性も多いわけですよね。うん。まあだから長い目で見たときにですよ、長い目で見てもですね、どう考えてもこのジャニーズ側からするとですね、これはですね、莫大なね、不利益が出てしまってるわけですよね。まあ損が出てしまってるわけですよ。うん。そして、そのじゃあ原因は何なんだと、なんでこんなことになったんだって言ったら、そのマリアさんが嘘をついたからだと、でここに行き着くわけですよね、結局ね。うん。ってなった時にですよ。ってなった時に、じゃあそのね、所属事務所側、マリアさんの所属事務所側からすると、まあ言ってみたらそのジャニーズにですね、まあ莫大なですね、損害を与えてしまうってことは、これものすごくですね、事務所側としてもですね、立場が悪くなりますよね。うん。だってそうじゃないですか。ね、こんなことしてですよ、ジャニーズ側に目をつけられたら、あのね、一大、ね、もうとんでもないですね、もうほんとね、一大グループであるですね、そのジャニーズに、その所属事務所、ね、このモデル事務所か何かわかりませんけども、そこが目をつけられたって、目をつけられたとしたらですね、これから先大変なことが起きると思いませんかって話なんですよ。うん。ね。まあ、言っても芸能界って狭いところですし、そこで一緒に活動していく上でですね、ジャニーズから目をつけられていいことなんて一つもないわけですよ。はい。例えばですけども、じゃあジャニーズ側がですよ、もう私たちのね、ジャニーズのタレント、あなたたちの事務所のね、人たち、まあ、マリアさん以外にもいろいろいますけど、人たちとは絶対に共演させませんとかね、そういう共演 NG だったりとか、ね。そういうことが出たりとかしたら、もうこれどう考えたらその所属事務所側からするとですね、損しかないわけですよね。うん。はい。まあ、つまりですね、この所属事務所側としてはですね、なんとかですね、絶対ジャニーズさんに許しをね、こうごてるはずなんですよね。うん、許してほしいはずなんですよ。許してくださいと。本当にうちの事務所のマリアがとんでもないことしてしまいました。本当にすいませんでした。もうこれから先もちょっとジャニーズさんとうまくやっていきたいんでね、本当すいません、ごめんなさいっていうね、まあ、そういう感情だと思うんですよね。はい。じゃあ、そのですね、いわゆるその感情、申し訳ございませんでした。じゃあ、ジャニーズ様、こちら側が前面に悪いございました。こちらのマリアが本当に悪いございました。っていう風な気持ちを伝えるために、じゃあ何をすべきかって考えたら、もうマリアさんを辞めさせる、これ以外ないですよね。これ以外ない。うん。ね。まあ、言ってみたらですね、もちろん残すかね、そのままね、その、辞めさせるかっていうのは全部事務所のですね、まあ、言ってみたら考えで決まることですけども、ね、ジャニーズにもしかしたら嫌われるかもしれないというですね、そういったですね、まあ、デメリットをね、取ってまでですね、マリアさんを事務所に残すメリットなんてないわけですよ。うん。マリアさんを事務所に残すっていうのは、はるかにデメリットの方が大きいわけですよね。うん。まあ、だから、まあ、言ってみたら、このジャニーズにですね、私たちは反省してますよと、ね、本当にすいませんでした、ジャニーズ様ということをですね、事務所側が表すためには、もうマリアさんをですね、辞めさせる、それ以外はないんですよね。うん。だからそう考えるとですね、この辞めさせるってのはすごく自然な話でもありますし、そしてこれはですね、まあ、ジャニーズさんへのですね、みそぎ、それ以外の何者でもないんじゃないかって僕は思いました。はい。で、そしてですね、次に、じゃあ今度ね、今後ですね、辞めたマリアさんはどうなっていくかってことですね。うん。まず第一に言いたいのはですね、別にマリアさんを辞めてもですね、これから先何かしらの表現方法でですね、お金をいくらでも稼いでいけると思います。はい。では何かっていうと、まあね、いろいろやりましたけど、結果としてマリアさんって爆発的に今回のことで知名度が高くなったわけですよ。はい。ってなるとですね、一からインスタグラムとかもう一回ね、まあ今やってるインスタグラムとかね、事務所に管理されてたでしょうし、まあね、削除されちゃうと思うんですよ。でも一から新しいやつ作ってもですね、すぐにフォロワーなんで何万人も行くと思うんですよね。うん。で、フォロワー数が何万人も行くということは、いわゆる企業案件も絶対入るわけですよ。はい。なんだったら YouTube 活動、YouTuber になるっていうのも一つの手ですよね。はい。だからマリアさんがこれから先ですね、お金を稼いでいけないと。ね、表現活動でお金を稼いでいけなくなるんだってことは一つもないと思うんですよね。はい。実際問題なんか YouTuber のコラボとかやりそうじゃないですか。ね、例えば何かしらの有名 YouTuber が、あの山下さんと一夜を共にした、ね、疑惑のある、その元 JK から話聞いてみたとかね。なんかそういうのありそうじゃないですか。うん。
まあそういうのでですね、そのマリアさん自体はですね、まあ時代、すぐにですね、表舞台に出てきて、まあいろいろお金を稼ぐんじゃないかって僕は思います。はい。で、そしてですね、その際山下さんのですね、ですね、具体的に何があったのかとか、そういうことを言うのかということに関してはですね、僕はですね、絶対にしないと思います。絶対に。うん。まあ、もしかしたらですね、タイトルとかサムネで煽ってですよ、先ほど言ったみたいにですね、あのね、元 JK にね、話を聞いてみたみたいな、そういった動画のタイトルのやつとかは出るかもしれませんけど、実際にそこでですよ、山下さんにどんなことを、山下さんと当時どんなことを話したかとか、どういう流れでホテルに行ったかとか、そういうことは僕は絶対話さないと思います。それはなぜかというとですね、そんなことしたらジャニーズがめちゃくちゃ激怒りしてですね、そう、マリアさんを個人としてですね、訴えてくる可能性が高いです、わけですよ。ね。そしたらとんでもないことになりますよって話なんですよね。うん。ジャニーズなんてきっとめちゃくちゃ優秀な弁護士なんていっぱいついてると思いますから、そこからですね、ガッとね、ね、もしかしてですね、訴えられてもしれないですね、マリアさんとんでもないことになっちゃいますからね。はい。まあ、だから、まあ、そういう煽りと言いますかね、そういったその山下さんといろいろあったっていうキャラクターを生かしたような企画だったりとか、それを生かした知名度、そういう知名度を生かしたようなですね、動画だったりとか表現はしていくかもしれませんけども、具体的にそのね、何があったのかとか、その後どうなったのかとか、そういうことは絶対話さないんじゃないかなって僕は思いますね。はい。というわけですね、今日はこれで終わります。このシーンですね、ちょっとでも共感してくださった方、よかったら高評価、チャンネル登録、コメントあったらお願いします。どうもありがとうございました。